神様、どうか私にお与えください。変えられないものを受け入れる心の平安を、変えられるものを変える勇気を、そしてその違いを見極める知恵を、与えられた一日を精一杯生きることができるように、一瞬一瞬を楽しむことができるように、苦しみは平安への通り道であることを受け入れることができるように、たとえ自分の願い通りにならなくても、主イエスがされたように、この罪深い世界をそのまま受け入れることができるように、もしあなたの御心に委ねるなら、あなたがすべてを正しく導いてくださることを信じることができるように。そうすれば、私はこの地上において幸いな人生を送り、また天国においてはあなたと共にある最高の幸せに預かることができるでしょう。アーメン。